できてんのか。よいしょー、やっほー、れんなです。イエーイ。ということで、今日は何の動画かと言いますと、あのね、まあ、なんで寝転がってんだっていうところからみんなの疑問が生まれてると思うんですけど、今日何をやっていくかと言いますと、 MBTI 診断をちょっと改めてこうみんなの前で一問ずつ答えてね、れなちゃんどんな人なのっていうのをちょっとみんなに伝えていきたいなって、思うわけ。 MBTI 診断っていうのは16タイプ診断、16パーソナリティ診断っていうやつで、こう4つのアルファベットで性格をね、16個のタイプに分けちゃう、人間を16個のタイプに分けると、あなたはどんな感じっていうのがまあ出ると。でこれってなんかレナ何回かやったことあるの、正直。まあ、これってなんか多分自分に正直にこうなんか動画撮ってるからみたいな気持ちとかを抜きにしてね、こう自分に正直に答える、っていうのが大事になってくるのかなって思って、やっぱ自分が一番こう正直な場所っていうのはこのベッドでこう寝てる時ですね。まあ、こういう状態の時、れなちゃんよく最近寝落ち配信とかしててさ、配信しながらでもグースか寝れるっていうことがみんなにはもうそういうタイプの人間だっていうことがもうみんなには分かってると思うんだけど、こう一番こうリラックスしたお家のベッドでもうこうこのまま寝たっていいっていう状態で、まあ診断やっていく、診断をやっていこうと思う。ちょっとなんかね、こっからねカメラの、見えないんですよ、モニターが。大丈夫なのか、まあ、分かんないですけど、まあ、カメラとかもまあ気にせずね、素直な感じでやっていこうと思います。このサイトでやっていくんですけど、自分の性格タイプを明らかにするため、ありのままの自分で正直に回答してください。ラジャ、自分の性格タイプが人生の多くの分野にどのような影響を与えるか学びましょう、っていうことでちょっとやっていきたいと思います。MBTI 診断は質問が93問多いね用意されてます。でこの問題者に対して、12分以内に回答しないといけない。だってやばい、今日の撮影12分で終わるってこと。じゃあどんどんやっていくね。12分だって爆速じゃん。じゃあちょっとどんどん答えるね。定期的に新しい友人を作ることを心がけていますね。いますねって質問の仕方おかしくない？いますかじゃない？え、これ大丈夫、合ってる？これ合ってんの？え、なんか語尾変なんだけど。まあいいか。定期的に新しい友人を作ることは心がけて、心がけてるかな。別に心がけてはないな。ちっちゃい反対する。単純明快なアイデアよりも複雑で斬新なアイデアの方がワクワクする。あー、ワクワクする。複雑で斬新な、単純、うわー、どっちだろうな。斬新なアイデアっていうのはワクワクするね。ただ複雑なアイディア、どうだ？やばい、悩んじゃうんだけど。え、こんな質問だっけ？じゃあこれ普通にさ、国語能力的な問題が出てくるね。まあワクワクするよりかな、単純明快。まあ単純なアイディアよりは複雑なアイディア、そうだね。ちょい賛成する。通常事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる方ですね。そうだね、さすがにそうだね。事実に基づいた議論も好きだけどね、まあ、感情的に響くものに説得力を感じるっていうか、やっぱ惹かれるね。賛成する。生活と仕事のスペースは清潔で整理整頓されている。いや、これ難しくて、生活のスペースはマジでされてない。ただ仕事はあれのパティシエとして整理整頓されてないといけないですから、この質問めっちゃ難しいな。まあされてないよりかな。されてないね。
されてないです。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。いられないね。反対する。人脈を広げたり見知らぬ人に自分を売り込んだりすることはとても大変なことだと感じる。いや感じないね。レナ自己紹介とか大好きだし、初めましての人と話すのめっちゃ好き。仕事に優先順位をつけ、効率的に計画を立て、期限より前に完了させることが多い。仕事ってなるとそうしたいけど、だし計画を立てるのも好きなの。だけど多分これはあんまりそうじゃない人々の話や感情は数値やデータよりもあなたに強く響く。いやー響くね。予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。いやこれはめっちゃ好き。意外と些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。いやこれねめっちゃあるけど、最近はそんなでもないかな。自分がパティシエの 1、2年目、社会人 1、2年目、なんかもっとひよこちゃんだった時は本当にこれだった。なんか普通にネガティブガールだったから。でもなんかまあちっちゃい丸、自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。あーでもな、じゃ簡単って言ったけどなんか意外とな。いや簡単か、さすがに簡単か。もう緊張したりとか、なんか普通にコミュ障っていうか、なんか言葉でなかったり、何話すみたいな感じでもじもじしちゃうことはあるけど、まあ多分、まあちょっと中丸にしとく。わかんない。これちょっとさ、タコ評価でやってほしい。レナのこれ、クリエイティブな作品のさまざまな解釈の仕方に関する議論に興味はないですね。いいえ、これあります。まあ正直いいものはいいし、なんかどこがいいとかいうのを喋るのはちょっと苦手だったりするんだけど、でも結構議論したいね。まあ中丸にしとくか。行動方針を決定する際に人々の感情よりも事実を優先する。いやーこれは反対するな。でもなんか結構反対するんだけど、いや反対するわ。何の予定もなく一日を過ごすことがよくある。あるねでもあるけど何かしらは予定があるな。もう何にもない日っていう日はすごい暗い気持ちになってしまう。なんかさ、結構この診断ってさ、こうありたいみたいなのが出ちゃうよね。何の予定もなく一日を過ごすことはあんまりないね。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。めっちゃ気にする。チームで何かをするのが好きですね。好き、そうだね、好きだね。ちょっと難しさを感じることあるな。うまくいかないこともあるけど好き。未経験の新しいアプローチを試すことを楽しむ。うん、楽しむ。完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先しますね。うわー、これは思いやりを持ちたいっていうテーマがあるの。どんな人が好きですかっていう時に、人の気持ちを考えようとする人っていうのをずっと言ってるんだけど、でもね、その自分がそれをできてるかっていうと、それを優先できてるかっていうと、結構正直すぎちゃう。もう正直がありすぎちゃうところがあるよね、多分ね。気使ったりはできると思うの。だから中にしようね。これこうありたいだよね。こうありたいになってるよね。新しい経験や知識分野を積極的に追求しますね。まあするか。すっごい追求してる人を見てるとさ、自分のこれは追求ってことではないのかなって思っちゃうよね。でも学びたい気持ちとか調べたい気持ち、知りたい気持ち、経験をしたい気持ちはめっちゃある。
まあ中丸かな、物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち、しがちだな、正直しがち、うん、しがち。趣味やアクティビティはグループで行うものよりも一人で行うものの方が楽しい。反対、生計を立てるために架空の物語を書いているご自身を想像することは不可能ですね。え、待って、これマジで意味がわからない。不可能かも。なんかこれが生計を立てるために自分を偽れるかみたいなことなんだとしたら不可能です。うん、そうだね、賛成する。感情的な面を多少無視しても効率的な決断を好みますね。いや、あれのね、めっちゃ効率好きなの。ただはいとは言えないな。感情的な面を無視っていうのはちょっと難しいな。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。まあそりゃ好きだよな。うん、それは好きだわ。意見の相違がある場合、他人の感情を守ることよりも自分の意見を証明することを優先しますね。うわー、どうなんだろうな。結構これはその、そうだね。これやだな、ちょっと。でもいや、でも実際そうだよな。他人の感情も守りたい気持ちはあるけど、自分の意見は証明したくなるな。社交の場では大抵最初に他の人が自己紹介するのを待つ。いや、まあ確かに率先して一番、いや、どうだ、社交の場はあんま好きじゃねえんだよな。自己紹介するのを待つね。多分場合によってはするけど、とても急に機嫌が変わることがある。あるね。感情的な議論には簡単には動かされませんね。いや、動かされる。ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを行うことが多いですね。多いね。理論的なジレンマについて議論するのが好き。あ、好きだね、これは。まあどうしようもないけどこうだよねみたいな話について議論したいです。うん、合ってんのかなこれ。一人でいる時より人といる、一緒にいる方が好き。好き。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりしますね。するね。事実と感情が相違する場合、大抵はご自身の心に従いますね。従う。仕事や勉強のスケジュールを一定に保つことが難しいと思う。一定に保つこと難しい。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。ない。友達から活発で社交的であると言われますね。言われるね。文章を書くなど様々な創造的表現に惹かれるね。通常感情的な印象よりも客観的な事実に基づいて選択しますね。いいえ、日々のやることを作ることが好きですね。いや、あんま好きじゃないか。これやる日もあんのよ、普通に。これやってこれやってこれやろうみたいな。ただトゥードゥリストを作ることが好きかって言われたら別に好きではない。不安はほとんど感じない。え、感じるよ。反対、電話はかけないようにしている。いや、まあでも、かけた方がいい時はかけるけど、馴染みのないアイデアや視点を探求することを楽しんでますね。それは初対面の人とも簡単に接することができますね。できます。計画が途中で中断された場合、最も重要なのはできる限り迅速に再び軌道に乗せることですね。でもそれが一番大事じゃない。だって計画が途中で中断されてしまったんでしょ。なるべく迅速に軌道に乗せたいよね。ずっと前に自分がしていた間違いをまだ気にしている。はい。将来的な世界動向の理論を議論することにはあまり興味を持つことはないですね。いや、持つね。持ちます。なんか最近では地球温暖化についてすごい考えてます。感情をコントロールされるのではなく、感情にコントロールされています。意思決定をする際は、最も論理的で効率的な方法よりも影響を受ける人たちがどう感じるかを重視しますね。これはガチで真ん中だな。これちょっとむずいわ。真ん中だわ、すいません。効率中でもあり、どう感じるかも重視するね。意思決定、なんかその職場での自分の仕事の話と自分の一人での動きの時の話とちょっとだいぶ違くない？仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく、自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。いや、これはね、もちろん着実な努力もあってこそなんだけど、
結構自然発生するエネルギーの爆発の連続に近いかもな。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまう。いや考えちゃうな。ちょっとちっちゃい丸かも。そんなの考えたってしょうがないよ。本当に考えちゃうよね。ほぼいつも単独で作業する仕事に就くことを望んでいますね。いいえかな。いいえ。いやちょっと待って、中丸にしよう。正直一人で作業するのも好き、自由だから。抽象的な哲学的な問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。いいえ、時間の無駄だなんてことないわ。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好きですね。カフェとか居酒屋だったら前者かな。ただそういうわけではなく場所の話でしょ。賑やかな雰囲気のが好きだな。ある決断がご自身にとって正しいと感じればそれ以上の証拠を必要とせずに行動することが多いですね。うん、多いかも。重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。いやこれはね、なんかマジで何の重圧ってみんなは思うと思うんだけど、正直感じる。正直感じるの。こういうのはいずれかのステップを省くことなく順序を追って念入りに行う方ですね。いいえ、具体的な手順を踏むよりも創造的な解決策を考える。考えすってなんやねん。考えす必要がある仕事を好む。具体的な手順を踏むよりも創造的な解決策を考える必要がある仕事を好む。得意かって言われると分かんないけど好きかも。選択をする際は論理的な選択をする際は論理的な議論よりも感情的な直感に頼る傾向がありますね。あります。なんか同じようなこといっぱい聞いてない？締め切りを守るのが苦手ですね。いやこれは正直苦手なの。でもギリ守るタイプなのね。でも苦手ではある。物事はうまくいくだろうと自信がある。自信を持ちたいと思っているけど何とも言えないな。不安があるよ結構。え、もう終わったんだけど。性別女性。え、爆速じゃない？結果を見ます。出ました。あなたの性格タイプ運動家 ENFPT。 マジで何回やってもこれになるね。運動家は熱意にあふれる性分の持ち主でクリエイティブかつ自由奔放で社交的です。ありがとう。笑顔になる理由をいつでも見つけられます。見つけれるかも。なんか普通にさ職場とかでさどんよりした空気とかさ、なんか普通なんだか笑わせたくなっちゃうよね。外交的 79%、 内向的 21%。 外交型の人たちはグループで行う活動が好きで人との交流を大切にします。まあね、なんかでもこの辺とか何とも言えないけどね。自分の熱意や興奮感を表に出す傾向があります。まあ、あるかも。これじゃどう、みんな合ってる？合ってそう？わかんない。レナのリアルをよく知ってる人は誰なんだろう。職場の人とか。意識直感型 78%、 22% 観察。直感型です。直感型の人たちは偏見のない心を持ち想像力が豊かで好奇心も旺盛です。独創性を大切にし起こる可能性が低いことや隠された意味に着目する傾向があります。はあ。感情型 80%。 感情型の人たちは感情表現や感受性を大切にし共感力や連携、社会の調和を重視します。そうだね、本当にそう、本当にそうかも。それは戦術探索型。アドリブで何かをしたりさまざまな機関に対応するのがとても得意です。得意かも。社会疾患にとらわれず柔軟な考えを持つかも。安定よりも目新しさを大事にします。するかも。ありがとね、レナのことこんなになんか褒めてくれて。これをさ褒めてると捉えるのかどうなのっていうところだよね。なんかレナはさ結構日々ね、日々マジでなんかこの質問を見てて思うと思うけど、もう何年も配信を見てくれたりレッツンチャンネルを見てくれてる人とかリア友とかさ、
なんかレナのことよく知ってる人はマジでわかると思うんだけど、レナってマジで直感で動いてるの、あんまり深く考えてないの。何も自分に素直であることをめちゃくちゃ、もう自分が自分でいることを本当に大事にしてるわけだから自分の気持ちに嘘ついたりはできないわけね、本当に。だから合ってると思う、わかんないけど。でこうありたいって思うように生きてるから、激動型アイデンティティ、激動型の人たちは自意識が強くストレスに敏感で、自意識が強くストレスに敏感、自分の感情に切迫感を感じます。ちょっと難しい言葉だね。完璧主義な上に成功願望がある、自己研磨に精力的な傾向があります。まあそうだね、ありがとね。外向型、直感型、感情型、探索型。運動家は根っからの自由奔放の人たちで、社交的でもあり心が広いという特性もあります。明るく楽観的な姿勢を持つので大勢の中で目立つ存在でしょう。普段から人気者の運動家ですが、楽しいことだけに興味があるわけではありません。運動家は奥深い性格の持ち主で、周囲の人と有意義な精神的なつながりを持つことを強く望むという特徴もあります。うん、精神的なつながり持ちたいよね。日常生活における魔法、フレンドリーで外交的な運動家は充実した人間関係や社会生活を維持することに熱心です。パッと見た感じ、おおらかで人付き合いのいい人ですが、とても豊かで生き生きとした内面を持っています。どう飽くなき想像力とクリエイティビティ、旺盛な好奇心を抱くのも運動家の特徴です。もう全部合ってるんですよ。もう正直全部合ってる気がする。独特なやり方でものすごく内省的になることもあります。他のものにことに集中するべき時でも、人生の深い意味や目的についてつい考えてしまうのです。全てのもの、そして全ての人はつながっている、そう信じているので、このつながりから得られるわずかの洞察を生きがいにしています。自立心が強くクリエイティブな運動家は日常生活に意義や魔法を求めています。やばい人じゃん。想像力をかきたてられると運動家は夢中になり、その情熱に周囲の人も熱くなるでしょう。嬉しい。他の人を引きつけるポジティブなエネルギーを発散するので、リーダーや指導者、グルとして周囲に祭り上げられることもあるでしょう。まあ好きだね。最初に強く感じた興奮が冷めると、自制心と一貫性を失ってしまい、以前はとても大事に思っていたプロジェクトへの興味を失ってしまう場合もあります。分かりすぎる。喜びを探し求める、人生において喜びと満足を探し求めることは浅はかなことではない。はい、これを証明してくれるのが運動家です。証明しましょう。熱心な理想家からダンスフロアでくったくなく楽しんでる人に、瞬く間に姿を変える人たちなのです。嬉しい。これすごいいいこと言ってくれてない？だってさ、熱心な人で一生懸命な人になったり、ダンスフロアで踊りまくる人にもなるわけでのは。ありがとう、自信をくれて。運動家は肩や強い感情や考えを持つこともあれば、リラックスして楽しい時間を過ごすこともあります。あります。楽しんでいる瞬間も運動家は周りの人と精神的に結びつきたいと感じます。大切な人たちと偽りのない心からの会話をすることを何よりも重視します大切な人たちと偽りのない心からの会話日々したい。誰もが自身の感情を表現するに値する、こう考える人たちであり、運動家持ち前の共感力と優しさのおかげで、かなり内向的な人でも安心して心を開くことができるのです。いいことじゃない？心を開いてくれるってことでしょ。そんな人になりたいなのは。運動家が気をつけなければいけないこともあります。直感を頼りにすると周りの人の行動を深読みしてしまうこともあるでしょう。あるね。ただ単に相手に説明を求めればいいものの、それをせずにその人の望んでることや意図について頭を悩ませてしまうこともあるでしょう。あるよ。運動家は調和を重視するタイプなので、人付き合いから来るこのようなストレスにより夜眠れないこともある
も多くの時間をかけて様々な人間関係、感情、アイデアを探求してから自分に合った生きる道を見つけるタイプでもあります、うん、多くの時間をかけます、はい、自分に合った生きる道、最終的には自分の道を見つけ出せた暁には運動家の想像力、共感力、勇気は人身の生活だけではなく世界に輝きをもたらすでしょなんか泣きそうなんだけど、ありがとう、なんか本当にありがとう。最後の言葉最高じゃない？この診断の最後の言葉、最終的に自分の道を見つけ出せた暁には運動家の想像力、共感力、勇気は自身の生活だけではなく世界に輝きをもたらすでしょう、だって涙が出てきた。本当にありがとね。これだね、レナの結果はこんな感じでした。いや、おもろかったな。なんか普通に本当なんか最後涙って感じで言われたいことめっちゃ言ってくれて本当にありがとう。いや、なんかレナ本当はなんかクリエイター型がいいなとか、なんか主人公タイプがそりゃ良くないみたいな気持ちだったんだけど、こうやって読んでるとこういう人になりたいっていうレナの姿を言ってくれてる感じがします。嬉しい気持ちになりました。当たってると思いたいで、すごく自分的には当たってるし嬉しい言葉がたくさんあって元気が出ました。 ENFPT と ANPA の違いは、 ENFPT は一般的に感情に敏感でストレスを感じやすい傾向があります。自己批判的な思考に陥りやすい面もあります。他者の意見や感情に影響を受けやすく、時には周囲の期待を満たそうとして自分自身を見失うこともあります。しかしこの敏感さが他人の気持ちを深く理解し共感する能力につながっています。だって、A は自信がありストレス耐性が高い傾向があるんだ。T だね、多分ね。短所がある。短所、ENFP は時に衝動的に行動することがあり計画性を欠くことがあります。例えば思いつきで大きな買い物をしてしまったり突発的な決断を下すことがあります。多くの興味やアイデアに心を奪われることが多い ENFP は一つのタスクに集中するのが難しいことがあります。例えば複数のプロジェクトを同時に取り組むうちにどれも中途半端になってしまうことがあります。ある、めっちゃある。相性がいいタイプは ISTPだって。 ISTP は巨匠タイプだ。巨匠の方いたらコメントお願いします。まあそんな感じでした。なんかみんなもぜひ MBTI 診断改めてやってみて、コメントで自分が何のタイプだったか教えてくれたら嬉しいです。のと、普通にコメントを何でも、これレナこれ合ってるねとか、それはどうとか何でもコメントしてくれたら嬉しいです。あと高評価ボタン押してない人がいたら押してくれたら嬉しいです。あとはチャンネル登録まだしてない人がいたらチャンネル登録と SNS 各種やってますのでフォローお願いします。失敗、自分語りをしちゃいましたけど、今日はこんなところで終わります。じゃあね、バイバーイ。